FA 戦線。2021年、FA 権を行使してた球団に移籍したのは、中日からソフトバンクに移籍した又吉選手だけでした。しかし、2022年の FA 戦線は新規取得者や2度目の取得者など注目選手が多数います。そこで今回の動画は、2022年に FA 移籍するかもしれない選手を考察してみたいと思います。それでは、本日もよろしくお願いします。まずは、ひいきチームなら朗報。そうでないなら残念な、残留表明した選手たちです。宣言残留を含む、広島の野間選手は C ランクと見られていたために宣言すれば獲得球団があったと思いますが、早い段階で残留が決定しました。広島の西川選手は、噂ではオリックスが獲得に乗り出すと言われていましたが、FA 権を行使せずに残留。野間選手と同じく、早い段階で残留が決定しました。西武の外崎選手はここ数年は不調でしたが、2019年には26本塁打した打力もある、貴重な強打のセカンドでしたが、西武残留を表明しました。西武は FA で選手流出が多かったのですが、これで西武ファンも一安心です。阪神のセットアッパークローザーとしてブルペンを支えた岩崎投手も FA を行使した上で残留を表明。今季阪神は3人の選手が FA を取得したため、まずは一安心のニュースでした。中日の松葉投手。貴重な左腕の投手で、しかも C ランクと見込まれていたために、宣言すれば人気になったであろう選手ですが、FA を行使せずに残留を表明しました。ここからは FA が噂される選手たちの現状を考察していきたいと思います。まずは DeNA の嶺井博樹捕手。チームが2位に躍進した2022年、DeNA 捕手陣の中で最多の93試合に出場。これは自己最多の出場試合数でもあります。調子がいい時は打撃も期待できます。ランクも C ランクと目されており、正捕手では正直心もとないかもしれませんが、捕手の層が薄いチームだと重宝されそうです。もし FA 宣言すれば、正捕手界に次ぐ2番手捕手が育ちきれていない、ソフトバンクが獲得に乗り出すと見られています。続いて阪神の2人の選手。2回目の FA となる西勇輝投手。2018年オフにオリックスから阪神に FA 移籍してきましたが、今季2度目の FA 権、海外 FA を取得。阪神では安定した成績を残しているので、もちろん阪神側も残留交渉をしているのですが移籍の噂が絶えません。それはなぜかというと、かつてオリックス時代の監督でもあった、岡田新監督との相性が良くないという噂があるからです。ただ、球団側も来季33歳のシーズンになる西勇輝投手に対して、3年以上の複数年の条件を提示しているようで、西勇輝投手の決断が待たれています。個人的には移籍しないと考えていますが、さて、阪神2人目は今季国内 FA を初取得した岩貞祐太投手。今季はリリーフとして53試合、防御率 2.57 の成績を残した岩貞投手ですが、左腕投手ということで需要自体は大いにある投手です。本人は先発希望らしく、先発確約となれば移籍も辞さないでしょうか？ただ、岡田新監督は岩貞をリリーフよりも先発で考えているようです。ランクは C ランクと言われていますが、昨年の契約更改は大鳥の更改だったため、B ランクに調整されていそうです。もし宣言をすれば、大学時代を過ごした横浜を本拠地に置く、DeNA が獲得を画策していると言われています。監督交代期は FA 移籍しやすいタイミングだけに去就はいかに。中日の高橋周平選手、今季国内 FA 権を取得しました。ただ、高橋周平は今季怪我に苦しんでいたために、今年 FA してもいい契約は望めなさそうです。ですので、今季の移籍前提の FA 権行使はないかと思っています。あとは中日に骨を埋めるために宣言残留、または複数年などの提示があれば飲むかどうかでしょうか。続いては西武の森友哉捕手。FA 権取得は来季ではないかと言われていましたが、今季初取得となりました。FA 宣言すれば、今季の FA の超目玉でしょう。なんといっても森の魅力は打てる捕手であること。試
しかも、まだ20代と若いために捕手が欲しいチームは、喉から手が出るほど欲しい選手でしょう。FA 権を行使すれば、巨人やオリックスが獲得に手を挙げると言われています。その中で、オリックスが優勢だと伝えられていますが、森自身は西武に愛着があるようですが、これまでの西武の歴史上では、FA で移籍してしまう選手が続出しています。森友哉の決断はどうなるでしょうか？注目です。楽天も二人の選手を注目です。まずは2回目の FA となる浅村栄斗選手。強打のセカンドですので需要はかなりありそうですが、高年俸に加えて、セカンドとしてはややしんどくなってきつつあると思うので、残留が基本戦でしょうか。楽天二人目は唐島渉投手。国内 FA 権を今季初取得しました。保証不要の C ランクであり、楽天生え抜きの貴重な左腕。主に先発ですが、リリーフ適性もあるかと思います。ただ、来年34歳になる年齢と少し怪我がちなのがネックになるでしょうか。だが、やはり保証なしの C ランク左腕のため、宣言すれば獲得する球団はありそうです。実は、楽天は田中将大投手も海外 FA 権を取得しました。ですが、球界ナンバーワンの高年俸ですので、楽天からの移籍は考えづらいでしょうか？もしかしたら、メジャー復帰はかなり厳しいですよね。ロッテも二人の選手が FA の可能性が、まずは田村達弘捕手。ここ数年は怪我もあり、2018年の全試合出場から徐々に出番を減らしています。2022年は怪我と松川幸の台頭もあったため、わずか2試合の出場となりました。捕手は需要が高く、また、環境を変えるには FA は絶好のチャンスではありますが、守備は確かですが、近年故障がちであることとランクが B となっているので、他球団は少し手を出しづらいでしょうか。二人目が、2022年 FA 戦線で目玉の一人である中村翔吾選手。堅実な守備と右打ちのセカンドで打撃も魅力的な選手なのですが、今季は2021年と比べても、守備指標がかなり悪化してしまっています。参考までに2021年の UZR が 1.9、それが2022年はマイナス 9.7 となっており、この数値は印象的に良くないので今季は残留と予想しています。最後は、日本ハムの近藤健介選手。こちらも FA 宣言すれば複数球団の争奪戦になる大目玉選手になります。2020年から日本ハムと3年契約を結んでいましたが、2022年をもって契約が満了。近藤自身はファイターズに愛着を持っているかと思いますが、勝利への執念が人一倍強いことが伝えられています。今季の日本ハムは5位のロッテに9ゲーム差のダントツの最下位。来季以降も厳しいと判断し、勝つ確率の高い球団への移籍を考えてもおかしくないです。すでにオリックスやソフトバンクなどここ数年結果を出しているチームや、今季は5位だったが、地元である千葉に本拠地があるロッテなどが噂されています。来季からは新球場への移転もあるのでこの点では残留交渉で有利に働くかもしれませんが、果たしてどのような決断を下すことになるのでしょうか。以上、2022年 FA 戦線でした。他には今季国内 FA を取得した山崎康明投手はポスティングで、海外 FA を取得した千賀滉大投手は FA で MLB に挑戦することを示唆しています。今季のオフは、ストーブリーグが熱くなりそうです。今更ですが、もしかしたら動画を作っている途中で残留のニュースが出ているかもしれません。そこはご容赦ください。それでは、本日の動画はここまでです。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。